Wii U でポケモンソフトが初登場。こんなハチャメチャバトル見たことない。なんと649種類のポケモンが大暴れするんだ。さらに本物のフィギュアのポケモンがゲームの中に登場するのだ。 Wii U ダウンロード専用ソフト、ポケモンスクランブル U。 この物語の主人公はおもちゃのポケモンたち。ある日ふとしたことから見たこともない河原に流れ着いたポケモンたちは元のポケモンショップへ戻る旅に出ることに。さあ君も一緒に大冒険に旅立とう。ポケモンスクランブル U ではこれまでのポケットモンスターシリーズに登場したなんと649種類のポケモンが大暴れするんだ。時にはたくさんのポケモンが一斉攻撃をしてくるぞ。エリアの最後に登場するボスは巨大で強敵。そんな強い敵に負けないようにどんどんポケモンを倒して強いポケモンを仲間にしていこう。ポケモンスクランブル U は最大4人まで一緒にマルチプレイを楽しめるぞ。家族や友達と力を合わせて強敵に挑んだり、誰が多くのポケモンを倒したか競い合うのも楽しいぞ。さらにポケモンスクランブル U では Wii U 初の本物のフィギュアを使った新しい遊び方で楽しむこともできるんだ。おもちゃのポケモンのフィギュアを Wii U ゲームパッドにかざすと、なんとフィギュアと同じポケモンがゲームの中に登場。育てたフィギュアを友達のところに持って行ってバトルだってできる。自分だけの最強のポケモンに成長させよう。たくさんのポケモンが入り乱れてバトルするハチャメチャアクションを遊び尽くせ。 Wii U ダウンロード専用ソフト、ポケモンスクランブル U、 2013年4月24日配信。